さて今日のもう一掘り、今週は2022年の世相を振り返っています。本日のテーマはこちらです。食品の値上げラッシュ。ここで問題です。そんな中、逆に値上げしない宣言をした食品メーカーがあります。それは一体どこでしょうか。この1年よく耳にしたこの言葉。急激な値上がりというのは今回が初めてなんじゃないのかなと。なんか見るたびにこれ上がってるとかね。食品の値上げに次ぐ値上げ。スーパーに行くたびに驚き、ため息の出る1年でした。最初の値上げの波は4月。子どもの味方うまい棒は40年以上10円を貫いてきましたが、原材料費の高騰でついに2円の値上げに踏み切りました。札幌にはこの影響を受けた会社が。オフィスのすぐ隣には社員の皆さんが休憩を取るための部屋があるんですが、そこに大量のうまい棒が並んでいます。これすべて無料なんです。こちらの会社は福利厚生で社員はうまい棒を食べ放題。多い月には2000本が消費されます。今回の値上げに社長は、いやショッキングですねいやでもそれは冗談で、はい、まあ2円なので変わらず続けていきたいと思います。え、こんなに高いの？思わず声を漏らした人も多いのでは。玉ねぎは去年の不作が響き、今年の夏ごろまで異例の高値が続きました。ふっくらジューシーなハンバーグに飴色玉ねぎ一玉分が入ったオニオングラタンスープ。洋食レストランに玉ねぎは欠かせません。2月3月になったらいつも例年であれば2000円ぐらいで買えたものが4000円5000円という値段してました。値上げっていうのも考えていかなければならないのかな。そして10月、およそ6700品目、今年最大の値上げの波が押し寄せました。値上げ直前の週末に駆け込み購入が増えたのがお酒。ビールは増税以外の値上げはおよそ14年ぶり。ウイスキーも輸送コストが上がり大幅な値上げです。だいたい最大で 10% ぐらいの値上げになります。お酒が一番困るかもしれないです。まあ、お酒に関しては腐るものじゃないので、ちょっと買いだめただこの手が通じないものも。特に買いだめできないですしね。食卓に上る機会が多い牛乳も値上げに。スーパーでは大手メーカーの牛乳を中心に10円から20円販売価格が上がりました。牛の餌代の高騰などが値上げの理由です。値上げラッシュの中で発見したのは、値上げしないことへの挑戦と書かれた大きな看板があります。6月、菓子メーカーのシャトレーゼは少なくとも来年3月末まで価格を据え置くことを宣言しました。そのためコストを一から見直し。例えばプリンが輸送中に崩れないよう固定するシートは店に納品した後捨てていましたが、そのケース自体のデザインを変えてですね、そこにプリンをこう収めていくということで、それだけでだいたい年間で1000万円くらいコスト削減ができる。一日でも長くお客様に喜んでいただければと思っております。値上げ、値上げ、また値上げの2022年。こんな街もありました。網走市役所には商品券を引き換えに来た市民でごった返しています。今月、網走市は地域応援商品券を無料配布。1世帯1万円分、子育て世帯2万円分の商品券が市内での買い物などに使えます。やっぱりありがたいと思ってます。ハイヤー乗るので主に、それだけに使おうと思って。値上げしていないものを見つける方が難しい。
そんなスーパーの中でズバリ今お得な食品は？葉物野菜中心に全般的に野菜の方は安く販売できております。その分野菜をたくさん買って、はい、こう寄せ鍋とかでも楽しめますよね。そうですね、そういう買い物の方、買い方されているお客様もたくさんいらっしゃいます。まだ当分野菜に関しましては安く販売していける状況が続くと思います。この1年間で食品全体の平均の値上げ幅は 14%、 一世帯あたりの負担は68,760円増えたと試算されています。来年の家計はどうなるのでしょうか。